世界の鉄道一覧ミャンマーの鉄道ミャンマーの鉄道もミャンマーの鉄道ではミャンマーにおける鉄道について記すミャンマーの鉄道で使われている機動車元松浦鉄道 MR-300 系ミャンマーにおける鉄道の大半はミャンマー国鉄が運営しておりイギリス植民地時代の1877年に最初の路線が 期間 1000mm によって建設されたのを創始とする。この機関を採用したのは、インドの鉄道において 1000mm 機関の鉄道を、後期の 1676mm 機関に変更する工事が行われ、その際に、車両、線路などの余剰品が発生し、それを流用したからである。第二次世界大戦中には、日本陸軍によって、タイのバンコクからマンダレーまでを結ぶ。 軍用鉄道の対面鉄道が建設されたこともあったが、対戦後にミャンマー側の線路は撤去された。第二次世界大戦で大きな被害を被ったミャンマーの鉄道は、戦後世界各国、国際機関等からの援助によって車両や線路が導入された結果、急速に戦前の水準に復旧した。1989年からの軍事政権以降、 鉄道路線は全国に延伸された。ミャンマー国鉄は2014年時点では、全国に約 6100km の路線を有している。その中核をなすヤンゴンマンダレー線の路線延長は 622km で、ある。整備、保守が行き届いていないことから、いずれも老朽化が進んでいて遅延も多く、乗り心地はお世辞でも良いとは言えない状況となっている。線路状態が悪いため、 速度は最高でも、時速 60km 程度しか出せない。しかし、ジャイカをはじめとする、各種機関からの支援により、特に感染の状態は改善されつつある。なお、ミャンマー国鉄の路線のほか、シャンシューのナムツの鉱山鉄道、エイヤワディ地方域のチャンギンのセメント工場の鉄道線なども存在する。また、イギリス植民地時代には、ヤンゴンとマンダレー市内にて、 路面電車も運行されていた。鉄道車両では近年まで蒸気機関車も現役で使われていて、また、後日の日本から多数の中古車両が輸出されていることから、それを目当てに日本から訪れる鉄道ファンも多く存在する。なお、軍事政権期までは鉄道施設を無断で写真撮影することは禁止されており、写真撮影にはミャンマー国鉄が発行する。 許可証が必要となることもあった。しかし2010年代以降は観光での撮影は特に制限されることはなくなった。2000年代以降には日本で不要となった中古車両が数多く譲渡されている。名古屋鉄道、伊勢鉄道、能登鉄道、天竜浜名湖鉄道、三陸鉄道、天城鉄道、大岡鉄道、平成地下方鉄道、北海道地北高原鉄道。 松浦鉄道、垂水鉄道、いすみ鉄道、茨鉄道、北海道旅客鉄道、東日本旅客鉄道、東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道、四国旅客鉄道から譲渡された機動車の他に、日本貨物鉄道、北海道旅客鉄道から譲渡されたディーゼル機関車、北海道旅客鉄道から譲渡された客車、広島電鉄から路面電車が導入されている。 ミャンマー国鉄の旅客列車は、客車列車と機動車で運行されている。東急は、アッパークラスとファーストクラス、オーディナリークラスの3種類で、アッパークラス車には、寝台車も存在する。多くの路線では、各駅停車の列車と停車駅の少ない急行列車が運行されている。最重要幹線であるヤンゴン・マンダレー間の、急行列車でも、前述のように線路の状況が悪いため、 同区間に約15時間以上を要する。また近年では JR 西日本から譲り受けたキハ181系機動車を改造しヤンゴンと南東部の観光地チャイティヨーパゴダの最寄り駅チャイ島を結ぶ観光列車に導入した。ヤンゴンには環状運転を行う路線が存在しており一周2時間半程度で走行している。ただ日本の山手線 大阪環状線などとは異なり、環状線といっても、環状運転となる列車は日に数本程度しか運行されず、郊外には田園地帯を走る区間もある。また、外国人に関してはこれまで正規運賃、料金の10倍近くにもなる外国人運賃、料金が適用され、さらには二等車しか連結していない場合でも一等車の運賃、料金で計算されていた。 しかし2014年4月から外国人運賃、料金は廃止され、外国人もミャンマー人と同様に世紀のチャット払いの運賃で乗車することができるようになった。ありがとうございます。